次いきますね。まあカラーはイエローですね。でまあこれはゴールデンドラゴンだろうということで、まあゴールデンドラゴンはあのシンガポールの首相リーシェンロンがトップですね。これはキンバリさんの4月5日のレポートですね。ここに中国のロッシャイルド家系を代表するゴールデンドラゴン騎士団、あのゴールデンドラゴン騎士団っていうのが中国のロッシャイルド家系を代表する、だからあの多分嫁さんをあの嫁がせたりとかっていうんで、まあ、血をあの入れてるってことなんだと思うんですよね。でどうもこのゴールデンドラゴン騎士団っていうのはあのロッシャイルド家、まあ、イギリスとブルードラゴンと非常に仲がいいということのようです。これはですね、シャンティフラの、あの、時事ブログで紹介したんですけれども、そのフルフォード氏とですね、あの、レッドドラゴンの大使がですね、あの、対談をしているところなんですよ。フルフォード氏がですね、私はドラゴンファミリーのシンガポールでの儀式に招かれました。って言うんですね。それは、あの、アジアの諸王族の集まりで、その諸王族の中には、例えばシンガポールの李家なんかもいたっていうんですね。でそういう話をしたところ、レッドドラゴン大使がこう言ったんです。彼がシンガポールで会ったファミリーは、私が代表しているところと同じところだと思います。で彼ら、王族たちは、ゴールデンドラゴンと名乗っていますってちゃんと言ってるんです。この5つのグループは、ある意味で同盟を結んでいて、協力関係にあるんです。この東洋のドラゴンファミリーはね。この5つのドラゴンファミリーが王として1人をね、自分たちの全体の王としてあの神輿として担いだ人物、それがキム・ジョンなんですね。だからキム・ジョンはレッドドラゴンのトップであると同時に、これら5つの集団全体が王としてあのなんていうかな、従う人物として君臨してたっていうことなんですね。リー・シェンロンの父親が、まあ、シンガポールの古福リー・クアンユーですね。どうしてシンガポールが あんな国でなのに経済発展してできたのかって、アジアの中で発展してできたのかって言ったら、彼らがゴールデンドラゴンのトップで、実はあのリー・クアンユーもキム・ジョーンがこの5つのグループの全体の王だったでしょ。そのキム・ジョーンの先代がリー・クアンユーなんですよ。で彼はまあ簡単に言うと、あのニール・キナが今 M1 っていう形の位についてますけれども、リー・クアンユーは M1 だったんですね。だから金塊をですね動かせたんですよ。で問題なのはその金塊を動かせたんだけど、その金塊を現金化できるかどうかなんですよ。で他のグループははっきり言ってできないんですよ、うん、だけどリー・クアンユーはなぜかできたんですよ。金塊をあの現金化できたんですね。でそれでシンガポールがあれだけ発展したで、なぜできたのかって言ったら、でこれでドラゴン騎士団のドラゴンファミリーの方はこれで終わりました、ね、全部説明しました。で最後にあのブラックサン騎士団ですね、ブラックサン騎士団の上にいるのがあのこのドラゴンファミリーです。でドラゴンファミリーっていうのは基本的に王族です。だけれどもブラックサン騎士団は王族ではありません。だから、まあ、ある意味でこの王族たちの、まあ、使用人という形なんですね。だから位階としては低いわけです。であのこれは僕がの考えなんですけど、ブラックサン騎士団は僕の考えではもう軍産複合体のことであると。で、これはあの、キンバリさんの5月のレポートです。ブラックサン騎士団の施設であるアメリカ財務省ってこと。で、キンバリさんはずっとアメリカ財務省はブラックサン騎士団の施設だ。アメリカの国のもんじゃないって。だから、あの、軍産複合体のね、所有物だって言ってる。でこれはあの僕が調べても確かにあのアメリカ財務省というのは軍産複合体のフロント組織なんで、国のものではなさそうですね。変ですね。なぜ私たちはボーイング社に資金を提供しているのでしょうかっていうキンバリさんが言ってるんですよ。でここでボーイング社って言葉が出てくるんですけど、軍産複合体っていうことはあの軍事将軍たちと国とねの将軍たちと、それからあの武器を製造している武器業者が、まあ、癒着してるってことでしょ。一体になってるってことでしょ。で、どこが武器作ってるかあったら飛行機会社が作ってるわけですよ。ミサイルとか。で、どっちが上なのって将軍たちと、あの、ボーイングなんかの CEO とか、それから株主なんかと。どっちが上って言ったら、あの、CEO が上に決まってますよ。彼らは、あの、将軍たちの老後の世話をする係ですよね。あの、老後の面倒を見る。うん。で、老後を天下るのを楽しみに彼らは、
軍事産業の人たちのところに利益を誘導してるわけでしょ、将軍たちは。だからボーイング社の CEO なんかの方が上に決まってますよね、位階が高いに決まって。で、現実に米軍のね、将軍なんかね、大統領、よくて大統領クラスです。例えばマイケル・フリン将軍にしても、あれは米軍、軍の情報将校です。軍の情報将校だったら相当いろんなこと知ってるだろうってみんな思うじゃないですか。ところが CIA なんかに比べたらもうペーペーで、異界のレベルで見たらフリン将軍の倍ぐらい CIA の方が高いから、クリアランスレベルがね。だから CIA の長官が知ってることをマイケル・フリン将軍は何にも知らない、こんなレベルですよ。これで Q 運動をやってた、 Q アノンとかやってたわけで、これは闇に勝てないね、これ、このレベルではね。